もうえらい今日の飛行機は高く飛ぶよなと。伊佐原方面からこう飛んできたんですね。私たちの、畑を通過してから、ああ、いや、もう長崎に行くとかなって言おったんですよ。そしたらその時ピカーッとしたですよね。この爆弾じゃろうか何じゃろうかって言ったら、バーンって爆風のもものすごかったぜ。大風が吹きました。小風も熱ってなったですもんね。ヒノキはあったですね。家が倒れたとの、それが燃えたカスのね、生きた人がおらんやった、全然。人の亡くなった後は、2、3年で誰かが引っ張ってからリヤカーに乗せてね、下大橋のに火葬場したんですよね。初めてやったんですけどね、本源人の死んだり何したと見たとは、ああいうことはもう絶対にしたらあかんですね。吉原さん、お願いします。雰囲気は組めてた。原爆にあった、私の体験をちょっと語らせていただきます。私たち年配がおる間にね、もっといっぱい語り継ぎをしたとかよかったじゃなかろうか。最近な、その原爆というか戦争のお話の少し寂れてきたな。今からね、そういうあればさ、流れは持って行ってくださいよ。